真ん中群馬元気情報。この時間は群馬県伊勢崎行政県税事務所の提供でお送りします。真ん中群馬元気情報。この時間は群馬県の情報をお伝えします。本日は6月に官民連携し玉村町の魅力を考える勉強会玉村学舎が開催されました。そんな勉強会の玉村学舎を座長を務めております経済評論家の西村明さんに本日はお越しいただきました。よろしくお願いいたします。どうもこんにちは。よろしくお願いします。はい、それでは早速なんですが、西村さん、プロフィールを拝見させていただいたんですけども、もともとは東京生まれで、そして横浜に住んでいて、新型コロナの感染拡大を機に、横浜からこの群馬に移住されたということなんですけど、一人の知り合いもいない群馬県によく自分でも来たなと思うんですが、はい、ちょっとびっくりしまして、もともとは NHK で、はい、地方局福島や宮崎を経て、東京で、番組を作っていました。その後テレビ東京に転職をしまして、はい、ワールドビジネスサテライトという番組 の編集責任者なんかをして解説員で辞めて、はい、その後はもう25年間独立した経済評論家で地方のいろんな活性化に取り組んできたんですね、はいはい。でおそらく日本中行ってないところはないと言えるくらいいろんなところ行きまして、はい、今回の玉村と同じように、自治体から頼まれた地域おこしの勉強会なんかもやってきました。はい、ちょっと話変わりますけど、なぜ群馬に来ようというなんかきっかけがあったんですか？まずですね、はい、東京とやっぱり行ったり来たりができるという、はい、いわゆるワーケーション、はい、をするには、はい、余暇の時間には温泉に入ったり、山を見てたりと、はい、いうことができるのが一番魅力でしたよね。そして何よりも、はい、地震とか津波とか、うん、場合によっては富士山の噴火とか、うん、はい、なかなかその南関東にはいろんなリスクが今後、はい、起こるんじゃないかと、コロナだけではないなと思った時に、うん、一番、交通の便もよく、そしてそのリスクが、限りなく少ないのは、群馬県前橋じゃないかなと思いました。なるほどね。ちなみになんですけども、2020年にこの群馬に移住されたということなんですが、群馬どうですか？好きですか？もう大好きですよ。まず、こんなにね、はい、自然が豊かで、はい、特に今物価高ですからね、はい、野菜がね安いのは、産地だから当たり前といえば当たり前かもしれませんが、はいはい、これだけ高速道路が六つ角になってますよね、はい、だから物流網が発達しているために、うんうん、ご商売やってる方は大変だと思うんですけども、全国の有名なスーパーマーケットや、ドラッグストア、はい、それから外資系 のいわゆるディスカウンターですね、うんうん、そういったものが一斉に店を出してますよね、はい、ということは多分ですね、私思うには日本でお店を選べば一番物価の安いのは群馬県ではないかなと今そんなことを考えてます。なるほど、つまり選択肢がいっぱいある、そういうことですっていうことですね、はい、逆に群馬県民はもう普通に、享受しちゃってるけども、周りから見るとそういうふうに見えるっていうことなんですね。だから今回の玉村もですね、はい、高崎や前橋に近いじゃないですか。この通りです、ね、はい、ですからいわゆるベッドタウン、はい、玉村という生きる道が十分にあると思うんですね、はい、で今後もその高速交通網がありますから、工場の誘致や物流センターができれば、はい、特に女性の若いお母さんの働き場っていうのも多分あると思いますので、はい、私はそれを売っていけばですね、はい、かなりこの玉村の将来性はあると見ています、はい、ただね、それだけでいいかなと。地域活性化っていう時にベッドタウンだけでいいのかなとなるとですね、うん、やっぱり例えば地元の、イベント、お祭りなどにも人が来てもらいたいとか、はい、地元の、産物も、ブランディングして東京などでも、売ってみたいとか、うん、やっぱり地域にはそういう、前向きな、はい、努力をしたいという人がいらっしゃるわけですよね。はい、その通りですね。そういう方々へのアドバイスがこの勉強会でできればいいなと思ってます。なるほど、わかりました。つまりじゃあこの玉村町の魅力を考える勉強会玉村学舎っていうのは、うん、そういったところも気づきを、特に大切にしながら勉強をやってらっしゃるということですね、うん、そうですね。例えば、はい、麦が
取れますよね。はい、はい、その通りです。あるいはその麦を食べさせる上州麦豚ですか、はいね、こういった、まあ、特産物あるんだけども、でもね、一次産品だけでは、はい、それをわざわざ食べたいと思って、うんうん、麦を食べたいと思って東京から車で来るかって言ったら多分、うん、なかなか難しいものがあります、はい、だとすればその麦を生かしたイタリアン料理、うん、はい、ピザやパスタを食べさせる、はいはい、例えばそのミシュランの星を取ったようなシェフが東京から、はい、群馬に店を出してくれる、うん、あ、もうすごいですね。そうしたら多分ね、近隣の前橋や高崎にお住まいの方も、はい、今日はじゃあ玉村で、誕生日祝いはしてみようとか、結婚記念日はあそこで食べてみようとかって思うじゃないですか。その通りですね。なんか食べてみたいなと思います、うん、はい、そういうね、食のブランディングっていうのがですね、やっぱりその地域の活性化には欠かさないと思うんですね、うんうんうん、はい、あ、なるほどね。確かに玉村町ずっと麦秋の里というふうに言って、うん、麦の生産をね盛んにやっておりますけれども、やっぱりこう周りの人たちにねこう求められるというわけじゃないんですけど、魅力を感じるようなねものをやっぱり提示していかなきゃいけないというところですね。 そうですね。それからあのイベントとしても、はい、つい先立てあの玉村場の花火大会ありましたよね、はい、よくご存知で、はい、ね、でもあれすごくね近くで上がるんで、はい、あの有名な全国の花火大会を引けを取らないくらい素晴らしいという方もいらっしゃるんだけども、はい、でもですね、じゃあそれを仮に東京から見に来て、うん、玉村町にそれを収容するだけの宿舎があるか、うん、宿があるか、はいはい、そうなるとですね、あるいは旅行会社が玉村の花火大会を全国的な商品化するとすればですね、はい、例えばどうしても花火大会ですから、うん、雨が降っちゃうってこともありますよね。はい、その通りですね。その時に数ヶ月前から予約をした人が、はい、花火だけの魅力だと、もし花火が万が一中止になるとお金返せって話になっちゃいますでしょ。はい、その通りですね、はい、そうすると必ずですね、例えば東北三大祭りなんかでも、うん、必ずなんとか花火大会ともう一つ売り物が必ず二つパッケージで商品化されるんですよ。ああ、なんかそういうのよく見たことあります、はい、そうなるとじゃあ玉村の中でもう一つの呼び物ができるかできないか、うんうん、できない場合にはじゃあ例えば、高崎の、何かとくっつけるとか、はいはい、あるいは伊香保温泉とくっつけるとか、うん、あるいは、赤城の山歩きとくっつけるとか、うん、まあ、いろいろと、まあ、くっつけるものは必ずしも玉村だけじゃなくていいと思うんですけども、はい、その近隣の、 その旅行商品として考えていくという発想がですね、うん、なかなかその玉村の中にいるだけでは見えてこない。はあ、そうですね、まあ、私は、まあ、今はまあ群馬県民ですけども、はい、まあ、群馬で生まれ育ったわけではないし、はい、まあ、全国で暮らしてきた、はい、全国で、いろんな仕事をしてきたから、はい、まあ、いろんなその全国の事例をですね、はい、この玉村の皆さんに、はい、こんな事例もあるよということを提供するのが私の仕事で、はい、まあ、私は別に何かしなさいという、まあ、命令したりするような立場ではないので、はい、こういう事例を玉村でも、はい、応用したらいかがですかと、うんうん、いうのがこの勉強会の役目だと思っています。あ、なるほど、分かりました。ちなみになんですが、まあ、今回勉強会玉村学者におきまして、まあ、さまざまな、ね、方々がこう参加されたと思うんですけども、うん、皆さんからどんな声が上がったりとかっていうのはありましたか。うん、嬉しいのはですね、はい、町の行政の方もですが、いろいろと地元の、ね、民間の方もたくさん来てくださってまして、はいはい、ほぼ、ね、人数的には民間の方が若干多いくらいなんですよね、うん、で、まだね、始まったばかりですので、皆さんが頭の中に描いている、うん、そのやる気はあるんだけど地域活性化の描いてるイメージが違うんですよ、微妙に。みんなそれぞれちょっと違うってことですか。行政マンはどうしても日頃のお仕事の延長で考えるじゃないですか、はい、まあ、当たり前ですよね、はい、で民間の人はですね、やっぱり自分の仕事の延長で考えてるんですよ、はいはい、でもちろんそれ大切なんですよ、はい、大切なんだけど、なんかそれぞれがあまりベクトルがですね、交差しないんですね。あ、だから、はいはいはい、そのまとめ役っていうのがやっぱり中立の立場でいないといけないと、はい、まあ、それをもし私ができるならばというのが、はい、まあ、私のような直接玉村で、生活してるわけでもないし、はい、生まれ育ったわけでもないんだけども、はい、まあ、全国のいろんな事例を、はい、玉村という、ところで、まあ、応用するにはこういうアイデアが考えられるんじゃないですかというような提案をしながらですね、うんうん、はい、徐々にその皆さんのベクトルをすり合わせていくのが、あ、まあ、1年間の仕事かなと。はい、非常になんか難しそうな感じもしないでもないですけど、そうですね、なんかこう、はい、それがね綺麗に叶ったらなんかすごいパワーが生まれそうな感じがいたしますね。はい、はい、ちなみになんですが、西村さん自身
全国で飛び回って、まあ、こういった地域活性化などについて、うん、まあ、一緒にねこう議論をされていると思うんですが、具体的な、まあ、事例っていうのは先ほど、まあ、いくつかなんかお話してましたが、うん、ちょっとでも構いませんので、何かございますかと、こういう事例で、うん、まあ、地域活性化達成できたんだよねとかっていうのがあれば、うん、はい、私がですね仲間と登録商標を取りましてね、はい、アルキメデスっていうのをやってるんですね、はい、これは歩き愛ですと書いて、はい、地域をめでてくださいという意味で歩きメデスなんです。なるほど、はい、でこれはですね、要するに歩数計を持ってですね、はい、まあ、いわゆるポイント、はい、すなわち例えば玉村の観光ポイントを巡って、はい、で、まあ、1万歩とか1万5千歩とか、うんうん、その、まあ、目標数を達成するとですね、はい、私の仲間に民間企業がたくさんいるので、はい、みんながご褒美を出してくれて、協賛で、まあ、皆さんが試供品とかなんか集めて、はい、結構ですね、たまるとですね豪華な商品になりましてね、はい、これは実は全国の自治体で、はい、やってきたんですが、ちょっとコロナで一休みしちゃったんですが、うん、はい、この近隣でもですね、実は前橋でもやったことありますし、栃木県の足利なんかではですね、足利市で一番大きなイベントになりまして、はい、1回2000人ぐらいが参加するような、町でも足利市で一番大きなイベントで、はい、市長がですね用意どんの、ピストルを、まあ鳴らしましてね、はい、市を挙げてのイベントで足利アルキメデスっていうのを、4、5年続けましたね。あ、残念ながらコロナで途絶えてしまいました。はいはいはい、はいはい、まあ、なんかそういうようなことをですね、はい、まあ、玉村でも、ぜひやってみたいなと思います。なるほど、いや面白いね、こうやっぱりこう試みいっぱい事例としてあるんだななんていうね、はい、なんか改めて思う次第でございます。まあ、ここまでいろいろねお話をさせていただいたんですけども、改めてでございますが、この地域活性化におきまして、まあ、町の職員もそうですけども、まあ、地元企業、そして、まあ、聞いてらっしゃる地元の方含めて、まあ、こういった地域活性化に関してのなんかアドバイスとかっていうのなんかありますでしょうか。他人事にしちゃダメだってことですよね。他人事にしない、うん、はい、例えば何かあると行政が悪いとかね、うん、よくそういうの聞きますね。良くても悪くても、はい、まあ、行政のせいにしとけば、はい、なんとなく収まりがいいというか、はい、そうではなくて、はい、やっぱりねみんなの責任、うん、みんながやらないとダメだということですね、うん、それと逆に行政の人に言いたいのはですね、はい、まあ、全国玉村がどうこうっていうことじゃなくて、全国でこれまで、はい、必ず経験したことなんですけど、何かやろうって言っても、はい、でも予算がないんだよねっていうことってやっぱあるんですよ、はいはい、どうしてもね、はいはい、まあ、もちろんだけど全国見回してみてですね、うん、潤沢に予算があるところなんかあるわけないんですよね、はい、でもその予算がなくても、うん、知恵を出すことによって、はい、さっき私が歩くイベント、はい、民間企業が協賛を募ってっていう話をしましたよね、はい、しました、まあ、必ずしもそれが全てというわけではないんだけども、はい、予算がないからっていうことだと、うん、いつまでたっても予算なんか多分来ないと思うんです、うん、はい、要は予算はある意味作るもの、うん、というくらいの発想の転換をしていかないと私はいけない、はい、だから行政は、予算がないを言い訳にしない、うん、そして民間の方は行政の、うん、せいにしない、うんうん、つまり全て、賛成しても反対しても最後は自分たちの責任において、うん、みんなでやると、途中意見では反対意見賛成意見はあるもんですよ、はいはい、でも何かやろうって決まったらですね、うん、もうみんなそこは、過去のそういう議論は、かなぐり捨ててみんなが、一丸になってやるというのが重要じゃないでしょうか。はい、わかりました、ありがとうございます。さあそんなわけでね、ここまでいろいろ西村さんの方からお話をお伺いさせていきました。最後に何か一言ございますか。はい、私どこ行ってもですね、はい、公園などで群馬良いとこ一度はおいでと、はい、もうなんか先ほどもなんか打ち合わせさせてもらって、はい、群馬愛がすごいなと思いながら、ええ、はい、そのさっき物価がねひょっとしたら日本一一番安いんじゃないかと言いましたけども、はいはい、群馬の方は群馬の良さが当たり前すぎて、はい、逆に分かってないじゃないかなと、思うくらい、はい、私が群馬のことを褒めると群馬の人がそうですかって言うんですねそう本当にいいじゃないですかって、はいはい、私の方が言ったりすることが実は結構ありまして、はいはいはい、客観的に見て、うん、まあ、日本中あちこち行ったことないってぐらい言ってますけども、はい、群馬は本当に素晴らしい、
全国知ってて、あえて自分の次の住処は群馬県だと思って決めたところの選択に間違いはなかったと思っております、はい、いやもうそう言ってもらえるだけすごくなんかありがたいななんていうふうに思いながら、はい、わかりました。さあというわけで本日は県広報ラジオ番組真ん中群馬元気商法で、まあ、6月に官民連携し玉村町の魅力を考える勉強会玉村学者が開催されたということで、まあ、その座長を務めております経済評論家の西村明さんにお話をお伺いしました。本日は貴重なお話ありがとうございました。はい、失礼します。